1967年10月大祭村での大技法大技法は中華人民共和国において発行されていた壁新聞のことである。毛沢東は大技法非常に効果のある、新式の武器であるとして大衆のいるところで大技法を活用するということを強調した。大技法は1957年の反右派闘争以降に発展して文化大革命の中で定着した。 1966年5月に北京大学講師のジョー・モト・アズサラが大学の党委員会指導部を批判する大技法を学内に掲示し、これを毛沢東が評価したことで、大技法は造反派の情報伝達、宣伝手段として広く知られることになった。同年8月5日、毛沢東は司令部を砲撃せよ私の大技法という論文を人民日報に発表した。 これは、文字通りの大和座法として張り出されたものではないが、党の内部に存在している、ブルジョア階級の司令部として案に、流暢期を批判したもので、文化大革命を発動させるに至った。文革期間中、大和座法は、大名、大法、大弁論と共に、次第とされ、1975年1月に採択された中華人民共和国憲法の第13条では、 大いに見解を述べ、大胆に意見を発表し、大弁論を行い、大技法を張ることは、人民大衆が創造した社会主義革命の新しい形式であると規定し、国家に対する中国共産党の指導を打ち固め、プロレタリア階級独裁を打ち固めるのに役立たせるために、国家は人民大衆がこの形式を運用することを保障するとされた。 1978年に改正された憲法では45条で公民の基本的権利として規定された。しかし、1978から1979年に起きた北京の春と呼ばれる民主化運動の中で、北京、西端の民主の壁に貼られた大技法が次第に過激な政府批判に進んだことに対して、まず1979年3月29日に、 北京市党委員会が、集会、でも、大技法の刑事等を規制する通告を発布。プロレタリア独裁、社会主義、中国共産党による指導、マルクス・レーニン主義と、毛沢東思想に反対する、大技法の張り出しや出版物の出版を禁止した。ついで、北京市政府は1979年12月16日に、勤務先や学校以外で、大技法を張れる場所を、 活断公園内だけに限定し、事実上大技法の掲出を禁止した。翌1980年8月30日の第5期全国人民代表大会第3回会議で、この4大民主は公民権の規定から削除された。韓国においても1980年代の第5共和国の時代に民主化運動の手段として、 主に大学校内に貼られた壁新聞をと読んでいる。ありがとうございます。